彼はイギリス人から日本人となり、最後にアイヌとしてカムイの世界に旅立ちました。マンゴー博士の意志を受け継ぐようにアイヌ文化の研究を続ける現代の研究者たちがいます。マンゴー博士は日本とアイヌ文化に貢献した偉大な人物であり、その生涯は今も多くの人々に感銘を与えています。